はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、 PSVR のね、実況をね、ちょろっとしていこうかなと思ってます。これ実はね、 VR 被ってます。はい、何からやりましょうかね。 VR のソフトね、スカイリム VR しか買ってないんですよ、実はね。はい、まあ、体験版とかやっていけたらなと思います。まあ、ちょろっとね、実験なんで、ひょっとしたらね、競馬ジョッキーゲームのね、チャンピオンジョッキーがね、チャンピオンジョッキーじゃないのかな、 VR センスでゲームセンターに置いてありますよね、ジョッキーゲームね、光栄さんの。そのジョッキーゲームがね、 PSVR に来る可能性もあるかなっていう、まあそういう理由でね、 PSVR 買ったわけではないんですけど、まあ、ちょっとね、お見せしようかなと。スカイリムやってみますね。はい、ちゃんと撮れてますかね、ちょっと不安なんですけどね。これ僕、傾いてしまうんだよね。なんか、右にね。僕、右肩が下がってるんですよ。うん。姿勢がちょっと悪いんで。ね、斜めになってたらごめんなさいね。これだから、ちょっと左に傾ける感じでね、首をね。スカイリムね。スカイリム自体はね、2011年発売のゲームでしたかね。まあ、昔のゲームなんですけど、VR で、ね、再度登場という感じですかね。うん。この画面まだ VR 状態になってませんからね。はい。このゲーム自体は Xbox 360でね、僕はもうメインミッションはクリアしてます。ただね、このスカイリムっていうのはすごいボリュームのあるっていうか、ね、自由度のあるゲームで、僕はね、理解してないですね。このスカイリムのゲーム自体をね。メインミッションクリアしたんですけど、理解せずにクリアしてしまった感じでね。さて行きましょうか。コンティニューでいきますね。ちょろっとやりました。はい。でもほとんどプレイしてないです。これちょっと斜めになってますかね。ちょっと真正面向けるにはね、これ、オプションボタン長押しでね、真正面向きますんでね。僕の画面ではもう、ちゃんとね、真正面にね、映ってるんですけど、おそらく傾いてるんじゃないかなっていうね。はい。これね、これもう360度見えますよ。上もね。上も天井も壁もね、見えますよね。これもうね、VR 状態ですね。はい。まあ、スカイリムこれ盗んだらね、バレたら捕まるんで、盗みませんよ。はい。これね、それで視点変更がね、カクカクしてるでしょ。これがね、ちょっと僕は不満なんですよね。首を左右するのは普通に動くんですけど、滑らかにね。ところが、右アナログスティックでね、普通視点変更するじゃないですか。この時にカクカクになるんですよ。これが僕はちょっと最初不満でしたね。うん。うん。これがね、ね、実況ね、録画してるんですけど、ちょっと録画画面とね、実際被ってみて、VR 被ってみて、見る画面とではやっぱり違うんですよね。うん。ちょっと外出ましょうか。まあ、画質はね、皆さんのご覧になられている画面の方が綺麗だと思います。はい。僕が見てる画面はね、ちょっと、蜃気楼みたいなね、画質が荒いっていうか、ちょっとぼやけるところがあるんですよね。まあ僕がメガネかけてるんでね、ピントが多少合ってないこともあるのかなと思うんですけど、ちょっとぼやけますね。まあ PS2 レベルって言われてますけどね、まあ、PS2、PS1 の間ぐらいかなっていう。うん。ちょっとぼやけてるんですよね。皆さんにはね、ぼやけてるように映らないと思うんですけど。なんで天気悪いな、お前な。うん。ねえ、これ怖いでしょ、これ。怖いんですよ、結構。最初やった時ビビりましたね。この筋肉とかで。まあ、こんなおっさん見ても知らないんで、女の人見たいんだけどね。このスカイリムは女の人可愛い子いないんだよね。あ、この人結構美人やね。ね。イソルダ。でもちょっときつい感じですよね。洋芸独特のね。まあ、洋芸はね、最近ね、女性の方ね、女性のキャラもね、結構綺麗になってきてるんですけど、まあこのゲーム2011年のゲームなんで、ちょっとね、っていうね。女性の方がね、ここ登ったりしたらなんか、ね、変態がね、上を見て、
ね、手鏡で見る人いるんでしょ、これ。やりたいんだけどな。うん。登ってくんねえかな、女の人なんかね。まあ、そんなね、冗談ですからね。ちょっとね、これ真正面向かないんで、真正面向、あ、ごめんなさい。はい。うん、行きましょう。はい。ちょっとね、天気が悪いのがね、ついてないですね。まあ、外出ましょうかね。これ、下ったりするときがね、やっぱり、ジェットコースターのとき感じるじゃないですか。なんていうのかな、ああいうの。ふわっとなりますね。うん。気持ち悪いというか。ちょっと斜めになってみますかね、ちょっと。そうでもないか、ちょっと普通に、どうなんですかね。うん。うん、さて始めていきましょうか。雨が降ってるっていうのがちょっとな。この視点変更がカクカクっていうのはやっぱり PSVR の能力が低いからなんですかね。ちょっと理由が分かりませんね。スカイリムの世界ですよ、これ。やっぱりね、右アナログ下回ってねえな。右アナログスティックもね、使わないと視点変更はね、うまくいきませんね。これがだから首を傾けて使ってる視点変更なんですけど、やっぱりこの右アナログスティックもね、使わないとうまくゲームはできませんね。うん。まあ、これちょっと馬をね、盗みたいんだけどね。うん。馬さんね。これが結構リアルなんですよね。目が大きいね。ねえ。かわいいよね。まあ、馬はかわいいよね。うん。まあ、盗むわけにはいかないんでね。まあ、クエストやってもしゃあないんで、ちょっと他の体験版やりましょうか。これね、自由度があるゲームなんですけどね、初心者、ゲーム初心者はちょっと難しいですよね。うん。ちょっと中断します。はい、始めていきましょうかね。ちょっとね、遅延がありますね。画面が映ってからね、僕が喋る、テンポというか、やっぱりね、間が空いてしまいますね。なのでやっぱり VR は実況向きじゃないかなという感じがします。はい。まあ、それでミクさんの VR で見ますか。超歌舞伎 VR、ね、花町なんていうのか分からない。試合鏡じゃないよね。歌合鏡分からないんですけど、ちょっとこれ見てみましょうか。うん。ミクさんはね、僕はそんなに詳しくはないんですよね。うん、いろいろとゲーム出てますけど、まあ、購入したことはないかな。体験版ぐらいならやったことありますけどね、リズムゲームね。はい。な、詳しくないですね。このあたり。どういう角度でやったらいいのかな。長押しですね。はい。このあたりもね、VR になってますからね、横も見れるしね。はい。次へ行か。はい。うん、綺麗ですよね、この辺りね。はい。ねえ、これね、歌舞伎座みたいな感じですよ、これ。夜の帳が降りる中、さんさんと光り輝く街こそ、花町。そこで暮らす花魁たちは、花魁ですよね、これね。違うかな。しがらみの中、竜の鳥として生きていく。花町が舞台の合わせ鏡の物語。うん。ちょっとね、ピントが、まあ、合ってますね。うん。
まあ、やっぱりゲームによってぼやけたりぼやけたりしないのはやっぱり変わってくるんですかね。これ結構綺麗に映ってますよ。そんなぼやけてませんね。ああ、ねえ、中村獅童さん。これね、ちょっと音が出てませんね。音出てない。なんだろう、音入ってますかね、これ。音しないんだけどな。ひょっとしたら音入ってないかもしれません。あ、進めましょうね。ごめんなさい。読み込み中。ね、桜吹雪ですよね、これね。ね、この女の子がね、横見たらこんな、ね、これ可愛らしいよね。ね。可愛らしい。ねえ、いいじゃないですか、これ。やっぱ、VR はね、ああいうスカイルームみたいなリアルのゲームじゃなくて、こういうね、アニメ系のゲームの方が向いてるかもしれませんね、ひょっとしたらね。これはだからすごいね、ぼやけてないし、綺麗だわ。やっぱりゲームによって違うのかもしれませんね。まあちょっとこの後音出てないかもしれないんで、ミクさんはまだ出てませんけど、ちょっと、やめますね。ごめんなさいね。一旦終了します。始めていきましょうかね。このね、ロボットのやつね、アストロボット。これがね、面白いですよ。これはね、もう本当に、童心に帰ったというか、スーパーマリオブラザーズをね、小学校の時初めてプレイした時を思い出しましたね。もちろん当時のことなんて覚えてませんけどね、そんな感じになりましたよ、なんか。真正面向けましょうね。これがね、なかなか子供たちこれやったらもうすごいね、喜ぶと思いますね。ただまあ VR はね、12歳以上じゃないとできないのかな。ごめんなさいね。ちょっとカットしますね、今の部分ね。部屋が映ってたんだけど、ちょっとかなり汚いので、ワールド1ね、決定、やりましょう。体験版でどこまでやれるのかな、これね。一度やったことあるんですけど、これ面白かったですよ。すごいグラフィックも綺麗だしね、これね。まあ、ただね、ゲーム画面、やっぱり、蜃気楼みたいにぼやけるんだよな、これな。おお、すごいね、これね。すごい空間だよね。ちょっとね、ぼやけるんですよ、これ。まあ、でも、これすごいですよ、本当に。ちょっと待ってくださいね。このキャラをね、動かすんですよね。これね。これ、首をね、傾けると、やっぱり、横とか見えるんでね。これがやっぱり、新しい感覚ですよね。どこ行った？こっちか。これがもう新しい感覚なんですよ。これはね、初体験ですね。横見ながらゲームするっていうのはね 初めてですよね。後ろもありますからね、これね。これで画質がね、鮮明であればね、もうすごい完璧やね、このゲーム。ほんとね、面白いですよ。これはね、だから、最初やった時、もう、笑みを浮かべながらね、やってしまいましたね。甥っ子がね、幼い時であれば、これ、すごい喜ぶと思うんですよね。これね、なんか、味方をね、助けていくみたいな感じですよね。まあ、敵が出てきてね。まあ、スーパーマリオみたいなゲームですよね。だからね。スーパーマリオとか、ね、クラッシュみたいなね。まあ、クラッシュよりもね、やっぱりこれはね、すごいゲームだと思うわ。クラッシュが出た頃は僕はもうすでに、大学生ぐらいだったんで、ね、そんな目新しさ、まあ、それでも感じてましたけどね、あれ、目新しさをね。もうそのレベルではないですね。そのレベルではない、驚きでしたね、このゲームやった時は。横見ながらね、ゲームするっていうのもね、初めてですよね、これね。これでちょっと、いけますかね。このゲームはね、
まあでもぼやけるって言ってもね、なんて言ったらいいのかな、画質自体はまあ綺麗なんでね、はい。PS2 レベルっていうのをね、ちょっとおかしな説明なんですよね。うん、ゲーム自体はすごいね、リアルなんで、まあ、それがちょっとリアルな、グラフィックがちょっとぼやけてるかなという感じですね。うん。蜃気楼みたいにね。でも、今日の感じはそんな悪くないな。そんな悪くないと思う。うん。うん、やっぱりすげえわ、これ。これでだからね、僕はだからノーマルのね、PS4 でやってるんで、PS4 プロならもっと綺麗になるんでしょ、これ。ね。あ、怖え。これすごいな。ちょっと飛ばしてきて、飛ばしてきて。おぉ。ちょっと、見えねえって。倒せないのかな？あ、倒せますね。よし。張り付いて、すごいよね、これね。あ、ちょっと敵いるんだ。あ、ちょっと死んじゃった。まあ、これがセーブポイントになってるんですね、このね。はい。よし。置いた、助けるね、これ。こういうのもね、すごいよね、ほんとに。もうこれはほんとに新しい体験ですよね。よし。これがね、ちょっとコントローラーまっすぐなってねえな。直せないか。直す方法があるんだけど、コントローラーがちょっとまっすぐならない。あれ飛ばないね。こっちまっすぐならないか。あ、行ったね。よし。うん。コントローラーがこっちの横向きになってるからね。なかなかうまいこといきませんでしたね。これ直し方があるんでね。なんかスタート押すんだっけな。これで、なんかね、あったと思うんだけど、ないな。これ直さないといけないな、これな。まだ全、ね、味方助けてないですね。うん。言葉足らずで、ごめんなさいね。これやっぱり言葉がね、豊富な人じゃないと、語彙力がないと説明できないと思うんですけど。僕は語彙力そんなないので。1の2ね、はい。斜めになってますからね。ちょっとね、これ、コントローラーの向きをね、変えないといけないんですよ。どうやって変えるんだっけな。変える方法あるはずなんですけど。あ、戻せるね。よし。よし。戻らねえや。戻る方法、なんかね、あったと思うんだけどね。体験版だからできねえのかな、これ。仕方ねえな。これ参ったな。もうね、横とか向けるんですよね。てか、横とか向かないとゲームできませんからね。後ろとかもね、これ。あぶない。ちょっとね、もう少し、まあ、行こうか。ちょっとね、覗くんですよ、これね。こことか、わからないじゃないですか。こうやってね、横を見てね、覗いたりするんですよ、これ。ね、これ。これがすごいね。これ見えないじゃないですか。前に体を寄せると見えるんですよね。これがやっぱりリアルですよね。こんな体験はね、やっぱりなかなかできませんよ。というわけで一回やめましょうか、これね。これすごい面白いです、はい。さて。最後にバイオやりましょうかね。僕バイオの結構苦手なんで、体験版ですけどね。これ、敵が出てくる、ゾンビが出てくる前にもうやめてしまいました。怖くて。これね、廃墟なんか、
歩いてるだけで怖いですね。うん、これさすがにできないわ、俺は。普通の画面でもバイオできないのに。これはね、本当に怖いですよ。これ真正面向けましょうね。はい。やっぱり遅延ありますよね、どうしてもね。だから実況やるとなるとちょっと難しいかなっていう感じがします。これどうやって改善するのかな？ネットでググったら出てくるんですかね？ちょっとごめんなさい。ちょっと真正面向けましょうね。次進む。はい。チュリアルはいらないな。一度やったからね。VR ね、どうですかね。やっぱ体験してからね、体験会場とかあると思うんですよね。デパートとか行ったらあるのかな。ね。あ、デパートというか、デパートにはないわな、今の時代な。ね、電気屋とか行ったらあるんでしょ。家電量販店とか行ったら。まあ、それで体験してね。まあ自分はこれやりたいと思ったら買ってもいいと思いますけど、まあそれ体験せずに買うのはちょっと冒険かなと思いますね。うん。スタートゲーム。怖いでしょ、これ。こんなできねえよ、お前。これさ。これね、バイオは結構ね、全体的に画面が暗いんでね、そんなぼやけることに対する違和感はありませんね。うん。あ、これ大間さんの絵なんだ。これだからめちゃくちゃ怖いですよ、これ。うん。ね、360度、見え、こういうとこもリアルに作ってますよね。ちょっとこれはね、怖いです。はい。丸ボタン。奴らを石で叩き殺す。これは怖いと思う。ピアノとか弾けたりするんでしょ、これ。ちょ、音小さいですかね、今回ね。うん。ここテレビもね。あ、ビデオテープ持ってないね。はい。こういうのもね、バイオらしいですよね。ヒューズが抜けている。これなんか入れるんだろうね。はい。一人で夜中やってたらできないね。怖い。いや、このあたりね、うわ、怖え。これバイオ7はね、これ、画質が気にならないですね。ぼやけてますけどね。全体的に暗いから画質が気にならないんですよ。これやっぱり怖いと思うわ。ゾッとしますもん。冷蔵庫とか開けた時ね、これゾッとしますよ。もう匂いがしてきそうな感じですよね、これ。なんか。ここで匂いあったらね、すごいリアリティあると思いますよ。そこまで、匂いがあったらこれ本当にね、その場合にいる感じになると思う。こっからね、ここ出口なんですけど、出れないんですよね。手とか出るね、怖えよ。あ、出れる。あ。何これ。ハエが飛んでるの見えるからね。これ無理やわ。これ無理やと思うわ、これね。この一人で夜中やってたんでめちゃくちゃ怖かったですね。ホラーゲームとだから VR の相性っていうのはすごいいいんでしょうね。ホラーゲーム好きな方は VR 結構ハマれるかもしれない。まあ、ただソフトがね、それほど充実してないので、ね、それがやっぱり一番の課題じゃないかなと思いますね。ソフトが充実してないっていうのがね、はい。怖え。湧くんだ。あれ、こんなところでしたっけ？ちょっと怖いな、これ。電気つけれない。ちょっとこれ本編とはゲーム違うのかな、内容がね。そんなことない。こんなとこあったっけ？初めてのような感じするけど。影かかってる。このあたりもカクカクなんだよね。あの、視点変更がね。ね、この、首を揺らす視点変更はそんな、ね、滑らかに動くんですけど。うわ。
流せるの、空っぽか。いや、これきついわ。あ、というわけでやめましょうこれやりたくないんで、もうチキンなんでね、結構トラウマ体験があるんで、怖いゲームはあまり好きじゃないんですよ。うん、うん、というわけで今回ね、これで終了しましょうかね。 VR こんな感じですね。まあね、 VR だけは実際体験してみないとね、わからないっていうのが実情ですね。はい、ね、気になる方がいたら、だから家電量販店とかでやってんのかな、体験会とかね、そういうのを体験して欲しいと思ったら買ったらいいんじゃないですかね。だから年末年始ちょっと安かったんでね、僕も2万3000ぐらいで買えたんですけど、まあ買い時だったと思うんですけど、まあ もちろんもうセールは終わってると思うのでね。はい、というわけで、ね、今回これで終了しましょうかね。はい、ご視聴